憲法8年の信の国3歳の村井図で、江戸幕府と飯山藩の IQ 値の分布状況を示している IQ とは、村受け制が確立した近世期における領地の位置形態を表す言葉である。一つの存落に対し複数の領主が割り当てられている状態を指す。村が分割されたために文豪とも言った。なお、長岡市などの越後長岡藩の歴史では、 分散地方治業制という表現がなされている。君家や寺社、諸藩の家臣の所領にも存在するが、最も代表的なのは、江戸幕府が旗本の支配を確実にすることと彼らの江戸居住を義務付けたために、五六旗本の事業地が集中した関東地方に多く見られる。領主の種類は旗本には限定されず、諸大名、諸寺社、幕府領、そして、 旗元領などで構成された。領主が二人いる場合を二級、三人なら三級、四人なら四級などという。記録によると13人の領主が割り当てられた13、級という存落も存在したでは、共法年間に26人の領主に分割されていたとする記録がある。この制度導入の背景には、土地の良し悪しや年貢率による実習とのバランス、旗元による 地業権行使の抑制、愚くともゆき取りの存在、村を分断して、農民たちの団結を防ぐなどが言われている。もっとも、これがかえって旗本の地業地支配の不安定を招いて、旗本の急防化、ひいては旗本の軍事力に支えられた江戸幕府の追尾を促したとする説もある。村受け制のためか名主などの村役人は領主ごとに任命された、このため一つの存落で、 名主職などが複数存在し得た。しかし領主官の村役人の兼職を禁止するものではなく一人の人物が複数の名主職を兼任する場合もある。しかし領主官の利害対立も絡み別々の人物が名主等党に任命されることが多く尊姓の混乱を招きがちであった。複数の領主が共同領主として存落を支配したわけではなくそれぞれの領主ごとに 支配領域が決定された。区分けの方法は村を東西や南北などの地理的条件により一律に区切るということはせずに各田畑の良し悪しなどを考慮して個別に帰属が決定された。したがって IQ の村内ではモザイク上に領地が形成された。だが、このために近隣同士が監視する5人組の組織が機能しなくなる場合があり、領主が 事故の治療に基づいて定めた5人組とは別に、居住地域単位による里と5人組が編成されるなど、この点も、損世の混乱に拍車をかけた。ありがとうございます。